今日大山トムソーヤ牧場急な寒さに応えている動物たちの中寒さに弱いカピバラはヒーターで暖を取っていました動物たちにも欠かせない暖房施設側には今年ある心配が寒さに弱い動物たちのところがヒーターとかですねあの <laughs> 使いますのでやっぱりあのしっかり電気代がかかってしまうのかなと思います そう電気代暖房器具はすべて電気を使っていて電気代高騰の対策として馬小屋やミニ豚小屋ではバラも置くことでより暖を取れるよう工夫していますまた契約していた電力会社の値上げを受け9月から電力会社を変えたということですさらに冬の風物詩ともいえるカピバラ用の温泉 電気ではなくガスを使用しますが、ここにも値上げの波が。ガス代の方とかもやっぱり少しずつ上がってるって言ってますので、ちょっと気にしてますね。そしてこちらイルミネーションも冬の風物詩。ここにも影響が。今月2日から夜名古屋市内の複数の施設で開催されている町、ま、の光2022ウィンター。 そのうちの一つ、米子コンベンションセンターでは、およそ1万2000球の LED ライトが輝いています。そして屋根は舞台照明用のカラーフィルターを使い、7色にライトアップされています。この虹色の明かりで皆さんが、まあ、元気になって、一、まあ、人でも多くの皆様の笑顔につながればということで。しかし、あちら、レインボーカラーのライトアップ。 ただ平日になると、様子が変わるんですそれがこちら、なんということでしょう、真っ暗ですホールドの屋根というのが、ちょっと LED ではない照明を使っておりまして、ちょっと消費電力が少し高いということで、ここだけはまあ土日に限定して点灯するという形を取らせていただいております。 ライトアップ自体の中止も検討しましたが、館内の節電を行うなどして何とか開催することにしたということです。また来年も規模を拡大させてできればなというふうに思っております。電気やガスの高騰は冬の風物詩に暗い影を落としています。